てん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 今日から真夏のスペシャル企画スタート BAYFM 宮城さくらの今夜さくらの木の下で BAYFM 沖の皆さんこんばんは宮城さくらですリアルタイムで聞く方はハッシュタグさくの木とツイートしながらお楽しみくださいさてさなきさくらなこひいちゃんの3人で参加したクイズザ違和感 ついい先日放送となりまししたたがいかがかだったでしょうかあの収録の段階ではかなり活躍してたのでカットされてないことを祈りますまだ私も見てないのでたくさん活躍できたらいいなと思いますさあ今日からはススペシャル企画がスタートしますその企画のタイトルは「久の木真夏の三番勝負」 さあということで私宮崎桜くらが2021年の真夏の夜にがっつり話したい三人を迎えてお届けします今週と来週2週にわたってお迎えするのはこの方はい AKB48 チーム A 金閣寺よりも輝きたい横山由依ですよろしくお願いしますー久しぶりやばい、ね。やばいやばーいやばい本当にやばいですねあのラジオ作の木で、うん、二人きりは多分ないんですよねえっ、ー、と 二人でラジオするとないんですよねえ、からん。あ、村しげは大丈夫なんで大丈夫でも本当に2人きりということでいや本当に久しぶりじゃないですがめちゃにちゃ久しぶすの久々このオープニングから今まで話した中でももうこの会話量は超久しぶり もうめちゃめちゃそそうう本当に挨拶程度しかできなかったんですけど今日はね二人っきりで話すということで楽しみにしてきた今日はいや頑張りましょう頑張りましょうまだまだいろ規制の多い2021年の夏ですがいつも聞いてくれているあなたへさくの木からのお中元的夏休みスペシャル企画さくの木真夏の三番勝負今夜はゆいはんさんと盛り上がりますゆいはんさんよろしくお願いしますよろしくお願いします 簡単例は最近さやかさんが <laughs> アルバムの収録が最近やっと終わったらしくてそれまで全然こう仕事でも24時間テレビで会ったぐらいなんですよねほんとになかなか会わなくて声が好きなんですよねさやかさんのあとゆいさんの声も好きなんですよ歌声のそんな2人ともしねデビューできたらなと思うのでいや勝ちたいですけどどうなんだろうな でもゆいさんとさやかさんが歌う前から私はラップ担当であのやるんで本当に本当に <laughs> 本当に本当に <laughs> 本当に <laughs> いやラップも難しいですけどね <laughs> それかなんだろうなうんなんかそう私結さんとさやかさんだけでいいんですよ正直歌声はもう。 いいやいやもういいんですもう私は聞きたくないんですよその2人だけでいいからちょっと陰でなんか陰でなんかいるみたいなぐらいでいいんですよねいやだからまあとりあえずデビューしないですよねそもそもいやー勝ちたいですねマジでゆいさん頼みます <laughs> 本当に最近もうずっとゆいさんと一緒にいるしめっちゃ LINE もするのでもうゆいさんと大の仲良しですしかもゆいさんも私にもうめちゃくちゃ 好きって言ってくれるんですよ嬉しいユイさんそんなこと言わないですよねあんまり嬉しいなぁやばいやばいやばいぞ村重親友ポジション <laughs> 全然村重と合わないし最近2017年9月13日の作の木で、うん、私が半端音について熱く語ったパートを聞いていただきましたはい。 あれユイさんが負けたそうだよ私がなんかそうじゃんけんしてくださいみたいな感じで一番強いって言ってたじゃないですかだってじゃんけん選抜入ったことあるからじゃんけん選抜で3位だったことがあるからって言ってじゃあなんかユイさやってくださいとか言って私らやりませんみたいな感じでやったらもう初戦敗退でしたよえでも予選勝ったんですよね予選確か勝ったんだ予選勝ったんですユイさんがでファンの方もめっちゃ期待してくれてこのユニット強いからみたいな絶対に行くぞみたいな って結構衣装もめちゃめちゃめっちゃ可愛かったよなめっちゃ可愛い超なんか豪華にしてもらって初戦、うん、入って <laughs> 恥ずかしいなんかそれよりも何よりも桜の声がすごい若くて、うん、<laughs> ね何何あれ今どうした <laughs> 落,ち着落ち着いた落ち着いた大人になったなと思って4年前だから十九歳とか19歳も大人ですけどね確かにだって入った時はもっと何歳だっけ十三十三やろ、はい ゆいさん今何歳ですか?。私、今、何歳と思う?<あ>。え、これ聞こう。何歳でしょうやばい、やばい、やばいやば。怖い。上に行っても、下に行っても怖い <laughs>。<laughs> 確かに <laughs>。何歳と思う?えっと。え、あ、うんと、待ってください、ね。あ、じゃ、誰と同世代かっていうのが、で、わかるんじゃない?あ。あれですよね。うん。え、でも、成人式が。<laughs> うん。成人式で見んの? <laughs> あ。あ、誰といたかっていう、ね?う。誰といたかで、多分。うん、さ。 し。あ、そう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 。指原さん。と同世代。同世代です。え、同世代。そう、同い年。同い年。同い年。それはそれでわからんてけど。そう、二十、じゃ。八よあ、正解。そう、二十八ですよ。え、さくら、今。二十三か、五、五歳。五歳差。なんや。そんな。上やったんです。なんかな、そんな感じないけど。じゃ、あ私が十九だったら、この時。 この時だと,とそうだもうそれなんやへえ面白いな面白い <laughs> 若かってんなさくらっていうなんか大人になったそん感じしますでもあの時若いなと思ってました私のこといやさくらは結構ずっと落ち着いてる印象があったからそうそうで,でも声がキャピキャピしてたからそ<う>なんか改めて聞くと子供だったんだ <laughs> 子供だったんださくらって思っいや本当に面白 ね、今夜はセクノキ真夏の三番勝負ということで、エケビ法廷と横山由依さんをお迎えしていますが、はい。私にとって由依さんは何？えでも本当に結構私若いうちに選抜入ったじゃないですか。うざの時でしょ？うざの時は十三。うんうんうん。であの先とかも全然超人見知りしてて、誰とも喋れんくて、そうね。で選抜の仕事って。うん

ファイブかなファイブかなファイブじゃないファイブぐらいからで、ね、のシーンでさカメラマンさんとかがさ <laughs> すごいさ <laughs> そう楽しかったですよねそう楽しかったそ,そこら辺からゆいさんとめっちゃ話しようになって で、うん、やっと AKB の選抜にいるのが、うん、楽しくなり始めました。あ本当？だからユイさんは本当になんか、うん、助けられた人って感じ。<laughs> 本当にそう。<laughs> えー、嬉しい。逆にどう思ってました私のこと？いやだから最初は本当その話せても、うん、もうまた次やったら話せなくなるから <laughs> やっぱまあ姉妹グループのメンバーってそうだよなっていうのがあってんけど。 なんかさくらはやっぱ一緒の仕事が多かった,っかった本当にドラマもそうやしなんかイベントだったりとかどういうのでも一緒やったからんなんかその中でやっぱさくらは話しやすかった うれしいなんかさいやでも結衣さんって結構陽キャだからそうなのよ意外に陽キャなのよだから友達めっちゃ多いじゃないですか当たり前なんだけど AKB の選抜の中に友達がいっぱいあるでね私には結衣さんしかいないからだから結衣さん陽キャやからまたジェラシーだ私の私だけの結衣さんじゃなかったからそこがすごい難しいというか難しかった。 難しかったでもゆいさんからいつも話しかけてくれてたイメージです本当にそうだからなんかさくらはこう空気がなんか過ごしやすい一緒にいてなんか言いやすいなっていう感じがあったなんかさ飾りすぎないし <laughs> あーそうですねそうそう、うん、この感じやったからねだから多分先輩と思ってなくなかったな後半 <laughs> 後半 <laughs> <laughs> 先輩と思ってないやん<笑><笑> いやそういう感じはあった。<laughs> 思ってます。でもいい意味でいい意味で <laughs> <laughs> ち。ちょっとちょっと。ほらやっぱり <laughs>。<laughs> でもそういうのがなんか居心地が良かったから。ユリさんがそれはなんかその、うん、そこの先輩後輩の垣根を取り払ってくれる人なんですよ。本当に。なるほど。だから本当にめっちゃちゃんと仲良くなれたって言える人です。本当に。じゃあ逆に私がアイズワンにいて、うん、まあ韓国に行っちゃった時はどういう風に見てくれてましたか。うん、すごっ さくらすごいなって HKT とか AKB とかにいる時から、うん、やっぱそのなんか意識の高さとか意志の強さとか。うん ってすごいあるなと思ってたけどやっぱそれがさらに磨かれて私アイズワンのコンサート見に行かせてもらったやんアイズンミー覚えてるアイズオンミーアイズンミーあのうちはさくらじゃなかったんけどゆりちゃんゆりちゃんままままああああでもみんな好きやからあるやんけどさくらはもうその時にえすごかった別世界の人だと思ったわ全然全然でも今日会ってえ変わってなさすぎと思ってびっくりしてるえみんな正直 メンバーもいます。なんか会津はン終わって帰ってきた時にさすがにちょっとね、うん、変わってるかなと思ったら、うんうん、え2年半ほんとに行ってたってぐらい変わってなくてって <laughs> ぐーんって昔の空気に戻してくれるからなんかすごい、うん、だってさくらの写真とかね見たらえ綺麗すぎてえ嘘って思うね嘘っていうのはなんか。えー <laughs> これれ喋ってくのかなみたいな意味でねこちらとこちらと私なんかとって思うけどんかこの感じがやっぱいいなと思うそれはもう韓国でもそういうキャラというか感じなんでも全然そうですねそうなんやそうなんや聞かざらんっていうかでもじゃあそれやといいね本当に自然体でどこでもやれるって感じじゃないです体に できるようになりましたね。人見知りもちょっと人見知りやったもんな初期は。多分私たちこんなに会ってなかったら、多分私人見知りになってましたよねユウさんに。でももうなんのか確かにだらんくなりました。あ、ほんまや。じゃあ大人になったんや。いろいろよかったね。逆にさくらはまあアイズワンに行って外から AKB フォーティトグループを見てくれたんじゃない？えそれはフォーティエイトグループのいいところっていうのは見えたりした？ いいいっぱあありまますよ本当に教えてくださいませあの私峯岸さんの卒業コンサート見に行ったじゃないですかやっぱり4ドグループって歴史がすごいじゃないですか、うん、もう16年目、ね、年目かな。で,で特に峯岸さんの卒業コンサートは現役メンバーと峯岸さんと卒業メンバーのこのうん,、うん、なんか本当に昔と今が振り返られるコンサートでかその歴史の深さだったり。うん いろんなメンバーが積み上げてきたものとかが見えて、うん、なんかやっぱエモい。ああ<ー>。皇帝とグループってエモいなって、あと別にいいとこだけを見せるものじゃないじゃないですか。うんうん、ーテ帝とグループって結構辛いこととか、うんうん、まあマイナスなこともしっかり見せるからこそ、すごく人間味があって。 応援できるっってていいうののがーグルプ良さだな思ました結構韓国のアイドルはやっぱりこうなんか完成形を見てるっていう感じがするがあるのであんまりこう裏の姿とかもあんまり見せないことが多いんですけど4とグループってもうその人がもう全部見えるじゃないですかだからそれは4とグループのいいところというかすごいところだなって思いました。なるほどね嬉しい あとなんか聞きたかったのが2年半アイズワンとして活動してたやん、はい、でアイズワンのいいところっていうか、まあ、韓国のグループのいいところっていうのってサクラの実感とととしてはどういういとこと思ったでもすごいリアルな話なんですけど、うん、やっぱりコンセプトとかがすごくしっかり作られてるのでうん、うん、これをしてくださいって。 言われるからこそ発揮できるものがある。法定とグループって結構自由じゃないですか。ね、髪型も、うん、まあ一応許可を取るけど別に全然何でもやっていいし、その曲に合わせて何かを。 することってあんまりないじゃないですか、ねうん、だからこそ自分らしさが出るからいいしうん、うん、こっちはこっちでプロデュースされるっていう縛りの中で、うん、新しい自分も見えてきたりするのではあ、なんかさちょっと何回も言う聞かれてたりしたら申し訳ないんだけど<ー>その髪の色とか、うん、そのメイクの感じとかってもうお任せなの、あのー、全部そうですね基本はこの曲、うん と今回のカムバックに合わせて、うん、あなたはこの髪色でとか<ー>この髪型でとかジャケット撮影の時も、うん、みんなのバランスを合わせてじゃああなたはこの髪型にしようとか、うん、なるほどねそうなんですよ。なるほどじゃあやっぱ自分がやったことないコンセプトとかに新しいのが見つかるんだ今まで前髪とか絶対上げてこなかったのに、うん、一回上げてみたらあおっ 意外とこういう私もあるんだって確かに今日もあげてる今日ちょっとピ撮影でそういうことねでもんかそういう新しい自分を見つけられるのは新しいなって思いました確かにポジトグループだったら自分じゃこれはしないなみたいなのあるじゃないですかそこをんか壊してくれるのはあか韓国アイドルならでは楽しいね大変なことも多いやろうけど楽しいそうですね だったらできないことを見つけてくれるのは。韓国のアイドルならではかなと思いましたね。えー、じゃそれぞれ良さがあるが。本当に、本当にそれぞれ良さがあるっていう感じです。面白いね、えー、じゃあどっちも経験しててさくらは。いいね。でも結局アイドルって。うん、なんか人に元気を与えたりとか、うんうん、そこの根本は本当に。どの国に行っても変わらなかったので。そこに関してはだからアイドルってやっぱ素敵だな、うん。って っていうのは、改めてどっちも経験して感じられたなって。思います確かに、桜のインタビューかなんか読んでんけど、<laughs> なんかアイドルをこれからもなんかやり続けたいみたいなこと書いてて。あ、じゃ、その、どのアイドルもや、どのアイドルって、この離脱のパターンのアイドルをやって。うんうん、その中で、やっぱアイドルっていいなって思ったってこと。アイドルいいですね。ああ、でも、なんか、桜は、なんか、アイドルでいるのが、もともと楽しそうだった。けど、日本にいる時から、でも、韓国に行って、アイドルの枠が。 広がったわけよですね。そうね。確かにいいよね。いろんなことができるやんな <laughs>、えー、ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。<laughs> <laughs> マジスカ県本についてメッセージいただいてますね。難、うん、しい。はい ラジオネームミリキーさんありがとうございますありがとうございますユイハンサクちゃんこんばんはこんばんは今回サクのキブログで募集していたユイハンに教えたいサクラのすっごい話はマジスカ学園4主役の話ですほ<う>マジスカ学園はそれまでアッちゃんやパルルが主役を務めていたため、うん、当時はファンのみんなですっごい喜んで毎週応援しながら見ていました、うん、その裏でいきなり主役に抜擢されたサクちゃんは大変だったのではないかと思います確かに撮影現場ではすっごい泣きながらアクシャンの練習をしていたそうですね <laughs> 第7ではユイハン演じるおたべとも対決していて秋元さんも褒めていたそうですその時から撮影現場などでお二人は一緒になることが増えたのではないかと思いますが撮影現場でのエピソードがあれば教えてくださいとなるほど懐かしい懐かしいねもマえだから私これ4の時やな体育館で倒れちゃってそうですそうですそうですてうですそうですそうですそう

てかめっちゃ寒かったですよねあの撮影全部マジスカってめっちゃ寒いかめっちゃ暑いかあんなそっちかんですよんでんでそうそうんでさ春と秋にないなんでそこで撮ればいいやん夏か冬でもすごい夏とすごい冬なんですよねでマジスカンはすごい冬だったみたいな横に山もあってどこみたいな格好で撮ったんで 本当に死んでて毎回帰るバスの中でもう無理ですもう無理です泣いてましたでもよく頑張ったよなさくらだってこれってもう超大抜擢いやそうなんですよ私はそうなんですよねのそうやんなそうなんですよでこの時ちょうど多分希望的リフレインのセンターも抜擢でプラスマジスカ4の主役も抜擢で私 HKT だからやっぱりそこでなんか どう思ってたいやもう本当に勘弁してくれないったマジでいいと思ってました確かに AKB の子もいっぱいいる中で押される前って押されたいと思うじゃないですか押されるとマジ勘弁と思いますこれはちょっと私は大丈夫ですそこまで大丈夫です分かるよでもよく頑張ったな本当にだってアクションとかも初めてじゃないそうですそうです あそうでこのマリースク学園4があった年末2014年12月に結衣、うん、さんは高見菜さんから直々そうに直々直々になってましたよ。前前い年年ですよえですえマジねやば,やば <laughs> <laughs> 7年前から、一緒にずっと仕事してるんですよね。うん、そうやねやば。え、もっと前やもんな、だって。え、でも、ね、ウザとかあったらもっと前やけど。やちゃんと昇格的。それは長いね。長。 <え>しかもさいる時間もやっぱ半端なく長いや撮影とかやとんか下手したら HKT のメンバーとかよりも長くそっかいや懐かしいえでもなんかこの時とかは私次期総監督になったけどうん、うん、総監督に指名してもいいみたいなのを高宮さんに言われたのが新幹線の中やってるけどうん、うん、だから誰にも相談せず「うん、はい」って言っちゃったのよ。うん、でもそん時に、はい 浮かんだのがファンの方とかの顔とか<ー>でメンバーの顔だってんけどだからその当時ってやっぱ多分さくらとかさやねとかその各所にやっぱ仲いいメンバーがいたからかか多分それが結構心強かったかなと思う総監督でだって全グループのですもんね,そう,ねそうそう当時は特にグループでのコンサートがあったりとかしたからた、ね、確かにだからさくらに助けられましたよ多分多分 <laughs> 時系列的にうとそして2015年は「グリーンフラッシュ僕たちは戦わないハロウィンナイト口ぶりにビーマイベイビー」で2人とも選抜入りイハンさんはこの年2015年9月にチーム A キャプテンに復帰私同じチーム A だよ MT に捧さぐそして2015年 AKB4810 周年記念公演で総監督を継承とえさくら はい、私が総監督になるって時ってどう思ってた当時えでもユイさんってすっごいしっかりしてる時とめっちゃふざける時があるじゃないですか、うんうん、<laughs> そう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  <laughs> だからめっちゃふざけてる時え総監督みたいな <laughs> い思ったけど<や>でもやっぱりすごい結局48グループのことを考えてるしメンバーのことを考えてて私は逆に、うん、まあでもユイさんしかいないなって思ってましたあ本当？全然。 全然、全然、嬉しい。本当に、あ、もう救われましたわ。<laughs> <laughs> もう総監督じゃないけども。確かに。<laughs> いや、総監督、大変です、ね。大変だったね。当時。 特になんかね、グループも結構メンバーの卒業があってさ初期からやってるメンバー卒業があったり変わる時期ですごい大変やったけどでもなんかその時さくらは本当隣にいてくれたなっていうのめちゃくちゃ思う選抜とかでもやっぱよく一緒にいたし本当にいましたねしかもその2016年に「君はメロディー」で私が初センターをやらせてもらってあれやばかったじゃんあれやばかった <laughs> あれはやばかった <laughs>。でも大好きやねんけどあの曲。えメア<え>メロディ。めっちゃいい曲ですよね。ちょっと卒コンで歌ってたやん。あ歌ってます。でも最高。えめっちゃいい曲なんですけど、うん、やっぱり、うん、本当に大変でした<え>ね。えだってささく、はい、桜。 自分がメンバーやった時は前田さんとかとかと前田さんだけ被ってないんですよそうやんな前田さんが卒業されて初めて出したシングルが「うざ」だったからその時に優子さんとか篠原さん板野さんとかいらっしゃったんですけどじゃあ「君はメロディー」のミュージックビデオで理 いやそれはだから <laughs> すごすぎて、<laughs> そうやんな。私見て入った人間なので私はフラゲの前役で私お披露目だったんですよ。フラゲの？うんだから大の後じゃないですか。はい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 。ヘビロテとかの時は見てた側だったから、もう。<laughs> すごいよいやすごかったでもよくやったよな桜ってやっぱよくやったよなっていうのがさ多いからさ本当によくやりましたよねうん。なんかどういう気持ちでやってたのか覚えてないですでも緊張してたやめっちゃうん。もうめっちゃ緊張してましたねでもいい曲やからないい曲ですよね MV も楽しかったですよね可愛かったしりながわさんね猫ちゃんいたりして。よなめっちゃ可愛かったですねかった懐かしい そう難しいねでもこの年にキャバスカ学院がスタート、うん <laughs> はい、さらにトープロレスへ続き<か>実はこの時放送的にはドラマが9ヶ月続いたことになるんですがはい、はい、あそういうことかキャバスカからトープロレスで撮影が9ヶ月すごいねえずっとドラマ撮ってましたね <laughs> 確かにえそう本当ずっとドラマ撮ってた <laughs> キャバスカでめマジで仲良くなりましたね <laughs> やばいよなでもトーンプロレスとかもう遊びの場合 <laughs> <laughs> 楽し <laughs> 正直正直もうマジで遊んでたよなあ <laughs> でもゆいさんが悪い そこ,こがあるんですけどユイさんでゲラなんですよ <laughs> そうやばいんですよ私超ゲラ <laughs> えでもさくらがもっと悪いのは私ゲラで何かに対して笑っちゃうじゃないですかそしたらそれに対して笑ってる体で笑ってくるんですよ <laughs> それに対して笑ってるんですよ <laughs> いやいやそれに対して笑ってるからなんかユイさんが悪いみたい言うけど <laughs> 結局笑ってるからいやいや結局笑ってるからと思った <laughs> 私もう一生思ってるこれもパンの方に言ったら絶対伝わないんです <laughs> 違う違うそ <laughs> れとあ全く同じ時に、うん、なんか私たちがそのか <laughs> 何だったかわかんないけどガラって、うん、あのそのそ道場に入ってくるみたいな <laughs> 誰が入ってくるそれで私たち後ろ姿しか見えないから笑ってもバレないみたいなので <laughs> ゆいさんがずっと肩。 震えてなんて笑ってたやろあれ本当ふざけてるよ仲よあれ本当に本当にあれは反省しない本当によくないでもめっちゃ毎日笑ってましたよねでもオッケーってなってましたね笑っててもよかったよかっただから大丈夫やねんけどでも確かに楽しかったねもうトッププロレス本当にやばい 最初のワンクール目はずっと道場で撮ってたじゃないですかで、ね、2、うん、<laughs> 二クール目は全部試合だったからあれはもうほぼ試合の、うん、撮るやつしかなくて、うん、だからワンクール目はもうが最高やったよな <laughs> 最高最高 <laughs> マジ最高 <laughs> 一生話せる いや本当思い出まで工業もやりましたよ覚えてますかあ覚えてます <laughs> 工業マジ大変でしたよねマジちょっと待ってこれトークロレス、ね、お互いでお互いのこと支え合ってましたマジ人という字私たちで作れるぐらい <laughs> <laughs> はずいなや,いやマジでそうでしたね <laughs> でも本当になんかあると二人で手握ってできるよ <laughs> みたいな <laughs> しかもマジでさこれさ工業でさプロレスで負けてガチ泣きしたんですよ私はマジで悔しかったマジで悔しかったですねマジで悔しかったよなだって始まる前も二人で始まるでみたいな <laughs> あの役と自分のそっから目が分かんなくなしてましかさ結構一番じゃあ演じれたってそれかもっていう興行 <laughs> の時かもっていうのはあるよなほんとにあの時結構ゾーン入ってましたよ、ね、ゾーン入ってた、うん、後楽園ホールやからなそ,う <laughs> そう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 そ <laughs> うそうそうそういうそ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 うすうそ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 う さあそれでは今日のラストメンバーなんですけどもうこの流れだとねゆいさんも好きって言ってくれたのであの曲をかけたいと思いますはいエキビホーティドね君はメロディそういうのじゃないそういうのじゃない違ごめんなさいごめんなさいこういうのじゃなかったちょっとごめんなさいあの二人二人とかそういうのじゃないよね一緒にいましょう水のエキビホーテ君はメロディベイ FM 宮脇さくらの今夜さくらの木下で <laughs> めっちゃ笑ってるよ。めっちゃ笑いません。今日面白いですかね。やば面白い。いやいやばい最高。はい。宮脇さんからお送りしてきた今朝からの木の下でいつも聞いてくれているあなたへさくのきからのお中元的夏休みスペシャル企画さくのき真夏の三番勝負の第一夜いかがだったでしょうか。はい、ゆいさんにはですねまた来週もお付き合いいただきますが、はいうん、あのこんなメールがね<ん>ちょっと来てるんですよちょっと気になったので,でどんなメールでしょう。はい。ラジオネームもぐさん。 ゲイハンのすっごい話ペコパさんの真似がめっちゃ上手ですってことやばいでしょこれ, <laughs> これなんか <laughs> 大丈夫ですか <laughs> ちなみに大丈夫ですかこれはこれはなんか舞台やってたんですけどそれがちょっと喜劇ででそういうあのペコパさんのモノマネがモノマネというかペコパさんみたいなノリ突っ込まないみたいなのが入ってたんですけど <laughs> なるほどなるほど でも上手とかではない。でも動き的なやつですかね。あ、絶対ラジオじゃん。そうそうそう。桜にだけじゃん。わかりました。え、声は出るんですか。え、な声も出せないけど、あじゃでもえペコパさんってあれですよね。時を戻そう。あ、そっちじゃない方なんです。あ、そっち。行きますね。え、じゃもう短い目に。お願いします。悪くないだろう。どうでしょうか。 だから、こういうのなるから、別になくてもいいですよ。あの、<laughs> あの、本番、本番放送の時。放送の時なくても大丈夫です。<laughs> もう死ぬ。笑い死ぬ。<笑>,笑い死なないで <laughs>。 なんかこうでもでもじゃないこのこですか <laughs> えこれあるのよそんな有名じゃないとこやるんだみた <laughs> <laughs> いな時を戻そうじゃなくてな乗り突っ込まない方をねああなるほどなるほどだからあ<ー>これゆいさんっぽいわ <laughs> 違うよ台本だからこれ。<laughs> さすがでしたよ。はい、絶対、絶対放送します。え、本当、恥ずかしい。では、ここでお知らせです。ゆいさんのお知らせとしてはですね、エキビホテトが9月29日に。38枚目のシングル、パオハモルーマーを、にします。はい。これ、私、ゆいさんいない時に。そうだ。練習見に行ったんですよ。そう。めっちゃ大変ですね。え、マジでやばいですね。これ。マジでやばいんですよね。 みんな今までで一番かなみんなワンハーフを踊ったらもう全員が床に倒れてて <laughs> そうそうそうなのもう,もう大丈夫みたいなだからこれ本当に披露できるのかなっていうのがねい<や>心配そうですよねうん 今もう絶賛,練習、ね、絶賛レッ中ですね放送の時には音楽番組で披露はさて披露してるんですけどどうかな反応が気になりますねいやでもめっちゃかっこよかったですよ、ね、相当大なと思いますけど相当ね結構みんな体をねマッサージしたりしながらね,ねや,やってますけど お楽しみにしていてくださいその他にゆいさんお知らせなどありますかはい、はい、私 YouTube チャンネルをやってまして、はい、ゆいはんライフって言うんですけれどもあの君はメロディーの歌ってみた実はやってるのでいはい、よかったらご覧ください,さださいよろしくお願いします、はい、番組からのお知らせです 番組宛にメールを送ると毎週1名様に抽選でピンクのサクのキ T シャツ当たりますご希望の方はあなたの郵便番号住所氏名電話番号希望の T シャツのサイズ SMLXL もお忘れなくメールはサクアットマーク BAFM.CO.JP サクアットマーク BAFM.CO.JP まで1名様にプレゼントします応募の締め切りは8月4日の番組スタート前までです詳しくは番組のホームページをチェックしてくださいはい、この後は インターネットラジオをチェックしながらメールお願いします。今日めっっちゃ喋ったので、うん ほぼインターネットラジオに行きますね。<laughs> 30分しかないので、この番組そ,そ,そう、まあ、ほぼインターネットラジオに行くで、はい、ぜひチェックしてください。はい、お願いします。番組へのメッセージを送る場合には、ぜひ読んでほしい名前やラジオネームを書いてください。はい、というわけで、宮脇桜の今夜桜の木の下で、お相手は宮脇桜、そしてスペシャルゲスト、横山ゆいさんでした。はい、来週もこの時間に桜の木の下で、あなたを待ってます。私も待ってます。